明日17日土曜日の関東エリア、こちらの方は1日を通じて冷たい雨となりそうです。まずは気圧配置の方から見ていきたいと思いますけども、こちらの方が17日土曜日午前9時の予想天気図なんですが、前線が南の海上に停滞している。そこから広がる雲の方がしっかりと関東の方にはかかりそうです。またこの高気圧の周りを回って北東の風が入りやすい、低い雲も広がって冷たい風の方が吹いてくると、そんな状況となりそうですね。これに伴って1日を通じて雨の方が降り続いてしまうと、そんな流れとなります。それではですね、今後の明日の雨の動き見ていきたいと思いますが、こちらです。こちら青い部分がしっかりと雨のエリアなんですが、午前6時の状況です。こちらもう朝からしっかりと雨の降っているような状況となっています。その後なんですけども、ほぼ1日ですね、雨の方が降り続いてしまうといった流れとなりそうですね。非常に激しく降ることはないんですけども、本降りの降り方がだいぶ長い時間続くといった状況とはどうもなりそうです。このような形となりますから、雨の方も冷たい雨という形になりそうです。それに伴って気温の方もだいぶ抑えられると、そんな流れとなりそうですね。こちら関東エリアのアイコンの方で見ていきたいと思いますけども、ほぼ全域で雨の方が降るような状況となります。最高気温の方を見ていただくと、東京15度ということで、季節が1ヶ月ぐらい先に進んだような状態となります。朝から日中にかけてもほとんど気温の方は上がらないような形となりそうですから、こちらの方は服装でうまく調節していただければなと思います。